6試合参りたいと思います。おお、一緒だ。波動ファイト。さあ、まずはラフモンスターズのステータスからご紹介します。1番奥側オッズ選手5311、そして真ん中手前コウ選手、イカチ選手が1135、対するラレプドトシエイチ1番奥側イスト選手が5311、そしてアイカ選手ヒトデ選手が1135といったところで、結構早くシールドを消費してきましたね、ラレプドトシエイチ。かなり早いですね。もう前半で勝負をするというような形なのか。後ろの人手選手は突然出てきたオッツ選手の球をちゃんと避けたいところですね。さあ残り時間40秒半分を切っております、うん、かなりラレプドとシエチシールドの消費ペースが速いの で、ね、ここなくなったところからが避ける勝負となっていきます。この展開見てラソモンは少し前に出したいところですね。さあオッツー選手も1枚なのでね、そうですね、ちょっと気をつけていきたいところではありますが、残り時間は20秒、しっかりと死角を伺っているイスト選手。さあどうなるか、伺っている、見ている、お互いに溜めてますね。残り時間は5秒前。さあどうなるんだ、決まるのか。うわー、連勝戦です。どちらかが1点取った方の勝利になります。さあおっと、それでは行きましょう。スタートです。足ですかね、前に攻めていく。あー、立った。0対1、